こちらは午後2時ごろの大阪市内の様子です。雷が光り、その後激しい雷雨となりました。今日の近畿地方は南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定となり、各地で雷を伴う激しい雨となりました。京都市伏見区付近と久御山町付近では午後3時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。また午後2時15分ごろ、大阪府太子町の近鉄南大阪線で雨の影響で土砂が流れ込み、古市駅から釈戸駅の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後6時前に運転を再開しました。